皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは向かい風を追い風に変える柔軟性ということについてお伝えしてみたいと思います。まあ、逆風とか逆境っていう言葉がねあるように、自分が向かっていこうとする方向に、風が向かい風ですね、いわゆる来ると前に進むのがなかなか進みにくくなりますよね。で、確かにその方向に行くのが正しいのかもしれないんですけれども、いろいろなことって実はその時考えられるんですけれども、例えばですね、その風がすごく逆風で吹いてる時に抗うようにしながらでも一歩ずつでも前に進んで自分を鍛えながら進んでいくっていうことを考えるのも一つの手段ですし、あとはもしかしたら風が止むかもしれないとかって思って風が止むのを待ってみるっていうのも、まあ、一つの、考え方かもしれないですよね。で、さらに言うと、それで一旦立ち止まって待ってるうちに風の向きが変わることっていうのがあるんですよね。そうすると、例えば今まで向かい風だったのが今度後ろから風が吹いてくると追い風になって停滞していたものが一気に前に進むことだってあり得るんですよね。まあ、流れを読むっていうことに近いのかもしれないですけど、今風っていうことで表現をねしてますけれども、要は何が言いたいかっていうと、風が吹いている時に向かい風になってる状況を無理やり進むっていうのも、まあ、一つの、まあ、考え方ですし、もしかしたらちょっと時間と状況を変えたり見方を変えると風の方向が変わって見える、ないしは変わる時があるので、その時に一気に追い風に乗って前に進むっていう考え方もあるということなんですね。だから柔軟性があった方がいいということです。固くなにこの方向でしか行けない、もうここを今行くしかないっていうのが本当にそこしかないのかっていうのを一回疑ってみるっていうのも、まあ、悪くないんじゃないかなと思うんです。そうすると違う道が見えたり、違う道筋が見えると違う打開策が見えたりするかもしれなくて、むしろ簡単にスルッとうまくいってしまうケースもあると思うんですね。ですから柔軟性があるっていうことは、まあ、しなやかな想像力とかっていうことにもなるんですけれども、それがあるだけでもですね、随分と自分の可能性とかにも気づけると思うので、必ず今この向かい風に向かっていかなくてはいけないのかっていうのも立ち止まって考えてみる癖があるといいんじゃないかなっていうふうに思います。それでは。